はい、こんにちは。西岡剛チャンネルをご覧の皆様、久々ですね。西岡剛です。この時期はね、いつももう練習ばっかりしてて、あまりこの YouTube のことをやるっていうのがあまりなくてですね、まあ今日いつも使うオードビーボールパーク、まあ今日は僕の友達でもあるある方を呼んでます。その方もね、勝負師でいつも戦ってる人なんですけど、まあ今冬眠中ということで、冬眠ばっかりしてお前何してるんだと、冬眠なんかせんと表に出てこいということで今日お呼びしました。お願いします。浩司くんです。お願いします。浩司くんです。格闘技やっててちょっと少し嫌なことがあって冬眠してます。浩司です。冬眠してるやつがこんなんつけへんからこれなんかニュースなったよ。あー、なんでヤフーニュース載ってた。はい、なんか起きたらマクランドに置いてありました。置いてたんか。はい、彼も今戦ってて、はい、同じ人間として今日はちょっと一緒に汗を流そうかな。嬉しいです。格闘技やってるからさ、はい、格闘技の練習やるのしんどいじゃん。確かに。一風変わって野球の練習をして汗をかくと。あっちのバッティングじゃなくてこっちのバッティングです、ね、このバッティングばっかりせんと、はい、野球のバッティングをちょっと一回や、はい、もう一個見てる、はい剛さん、今日何やられるんですかね。東京いるときはこの新木場のオードビーボールパークっていうところで僕はいつもオフシーズンはトレーニングしてて、でもう今2月あっ剛さんがパワープロで使いやすかったっていう話で、パワープロも消えてるやろ俺の存在今。あ、そう剛さんはリピートに帰って幸せ入る最高や。そうだからいつもね自主トレで使ってる場所や。現役の時とか使ってるんですか。いや、東京住んでから。あ、栃木行って宗さんにもこの場所紹介して。そうですよね、 YouTube やってましたよね。そう、元々ね俺が使ってて、で彼も東京よく来てて、まあ試合ない日とかチームが休みの時とかどっか練習しようか、そしたらじゃあこの新木場にあるよって言って。結構プライベートでも一緒に練習されるんですか。プライベートしか練習しない。あ、逆にっすか。めちゃくちゃ仲いいっすね。まあ仲いいっていうか、まあ、だから好き見たら野球をしてるというね、まあ、練習というよりか野球するのが好きだから。グローブこう出しとけ、この下でやるのに、ここそこに投げたるから。モネチャンネルにもねたまに出る、あの向こうはね米屋のジョーク、グローブ出してそこに投げるから。あれ結構軽く振ってんすか。これまだ4割ぐらい。マジっすか。うん、フォーミングアップ。よっ。ちょっと待って、えぐいっすね。めっちゃジョー、何でしょ、この距離感が一番大事で、みんなこの距離をねうまく投げれないんだよね。特にピッチャー、はい、150キロ160キロ投げるピッチャーって、はい、逆にこの距離のこういう球を相手の胸に投げれないという現象が起きる。もう全然別の技術なんですね。そう、これをね覚えてほしいよね。だから野球を今までやってきてピッチャーとかはとにかく腕を振って140キロ150キロってこの速い球を投げようとするから、はい、そのピッチャーでもそういう球でしか腕振れないの、このボールを、はい、でも内野手っていうのは挟んだりとかしてこの近い距離とかをポンって掘ったりしないといけない時もあれば、はいはいはい、ヒットなってセカンドショートを取ってピッチャーに返す時もこうやってゆっくりバーンって返す時もあるし、はいはい、いろんな投げ方、強く掘ったりゆっくり掘ったりするのが外野手。外野手っていうのは距離あるからある程度体を使ってしっかりと投げないと投げれない人が多いよね。内野手ってもう本当はもう基本はステップしないといけないんやけど、はい、このままじゃあそっち向いてこのままポーンと掘っても相手にちゃんと掘れる。いろんな投げ方を練習しないと、はい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 、基本って合ってないようなもので、人間ってなんか否定的なことに弱くて、例えば走ってて、はいはいはい、石ころがあると、この石を踏まないように走りなさい、はい、はいはいはい、って言ったらもうその石しか見てないよね、その人たちは。ああ、はい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 、でも石以外にもそこの土の状態、ぬかるんでたりだとか、はいはいはい、硬い場所があって、はいはい、石しか見てなかったらそこにまた取られてしまうので、全体を大きく見た中で石を踏まないんじゃなくて 50m 先のゴールに誰がうまくいけますか。そしたら人間っていうのは石もある、ぬかるんでるとこもある、草もある、はい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 、いろんなところの視野が広がってこう走っていけるわけで、でも何々してはダメっていうとそればっかりに意識するから、特に少年野球で三振するなと、三振はしてはいけない、
そしたらもうそのことを言われるとバッターは2ストライク追い込まれたら、うん、三振したらあかん三振したらあかんっていう、ストライクゾーンがこんなに広がるから、はい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 、三振したくないからボール球でもこうやって追っかけて三振してあ、はい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 、三振してこいと、はいはいはい、三振してもいいです、その回自分が打てるポイントに来たら思いっきり振れる準備をしなさい、失敗に対してネガティブですよね。そう、練習も気づいたら怒られないように練習してるみたいな、そうです、そうそう、今日そのグローブかっこいいですね、どうしたの、色はいいでしょう、めっちゃかっこいいですね、アディダスの時に僕のグローブを作ってた方がオールスターというブランドをね日本で代理店をやってて、はいはい、グローブ作ってあげるよっ て今日届きました、色はいいでしょう、高橋さん、リーズ回そう、お願いします、足かい、えい、まあでもこれもさ、ちょっとあの格闘技のトレーニングの一つにしてよ、はい、よう、やっぱじゃあ格闘技もステップアップと一緒で、ステップアウトよこれは、そうですね、リズム、はい、そう、リズムよ全部、どこが一番取りやすいかっていうのも近いから、ここで見つけるの、見つけるの、はい、ここ取りやすい、おお、だから野球選手もさ、パンチとか蹴ったりしたらさ、はい、まあ、練習でも怪我する、痛める可能性もあるけどさ、格闘技のトレーニングって結構心拍数を追い込んだりとかするんですよ、はい、ああいうのはなんかもう野球選手にも一回取り入れてほしくて、やりたいです、野球選手とぜひ、はい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 、一番このボールで取りやすいのは、ナンバーウンドがポーンってしてきて、はい、ポーンってついたパンパンっていう小判が跳ねてから一番上から落ちてくるところを合わせる、一番難しいのはポンポンがどこ来るか分からない、はいはい、そこを見つけるの、この距離で合わせていく、距離感ですね、そのために足を使ってどこがあるかな、どこがあるかな、どこがあるかな、これは下がる、下がってくる、あ、そういうことか、そう、前、あ、一番楽、そう、一番楽でしょ、楽、さすが、楽です、楽です、よしよし、それを見つけるの、前、これ前な、もう今ギュッてきた、今のギュッてきたから今の前ですか、か、後ろ下がるかやけど、基本前に出てほしい、こういう感じ、おーい、あ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、簡単、そうそうそう、コツコツ、コツさえ使うから野球簡単だ、これは、おー、これプロ野球選手みんなできるから、俺がすごいんじゃなくて誰でもできるから、はい、それでも今のは反射的だ、うまっ、今だから合わないな、いや、ポンポンってくるなと思ったら体を逃がして距離を取って、その通過点をちょっとでも長く見てキャッチすると、でも子供の時にこの取り方すると正面に入りなさいって言われるのね、正面に入っていったらもう体でもガッツみたいな感じ、はい、止めるスポーツじゃなくて、取って打ったランナーをアウトにするスポーツやから、はい、そこをね、もっと変えていきたくて、体で止めてもアウトにならないから、はい、よし、ただ、まあ、2アウトランナー2塁とかでさ、はい、最終回1点差で負けてたりして、こういう取り方してレフト前抜けていったらもう1点入るやん、はい、そういう時はもうまた臨機応変に体で止めに行って、このランナーをホームに返さないっていう考え方もあるから、全部が全部それを知ってはいけなくて、はい、もういいね、痛い、ちょっとめちゃくちゃ痛いね、痛いね、みんなこれ、あ、それつけないよ、ちょっと見て、これ見て、なんこれ、早いんかい、普通それなんか部屋とかに飾っといてもらうみたいな、練習終わって、ちょっとどう、この野球でこの汗を流すっていうのは、めちゃくちゃ最高でした、最高でしょ、もう最高でした、めちゃくちゃ楽しくてめちゃくちゃ刺激になりました、手めっちゃ痛いです赤いやん、めっちゃ、はい、めっちゃ赤いです、もう手めっちゃ痛い手めちゃくちゃ痛い、俺らもさ、やっぱ野球の練習してて、もう今日も野球の練習、明日も野球の練習さ、はい、もう飽きてしまうの、脳が、だからたまには違うスポーツをしながら体を動かすっていうトレーニングになるから、バット振るのでも次の日筋肉痛だろう、あ、絶対なると思います、はい、めっちゃ体幹鍛えられました、まあ、でもまあそういうことよりも今日はさ、久々にまあ工事と回って俺も元気もらいましたよ、いやいや、俺がもうめちゃくちゃもらいました、もう俺でも、はい、もうちょっと冬眠しようか、そうですね、うん、俺もツーですよ、いつも勇気もらってるんでもう今日めちゃくちゃ刺激になって、ちょっと明日から頑張ろうと思いました、もうお互いこれからまだまだ向かう道があると思うので、そうですよ、まだまだ登りますし、はい、工事のブランディングとは全く違う工事を今日は出してしまいましたが、まあ、俺悪いですよ、もうちょいこれ破ったのか、いや破らへんから
全然悪くないあ、そう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 ありがとうございますって本当にね、ダークコージからホワイトコージに持っていきたいなというふうにまあこれ営業妨害になるので、はい、まあこれ YouTube はちょっと企画はね、僕はまあちょっと置いといて一緒にこうやってトレーニングできたっていうことは楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。刺激になりました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。